福渡駅は、岡山県岡山市北区竹部町福渡にある、西日本旅客鉄道津山線の駅である、岡山市北区竹部地区の中心駅である、上下方向に当駅始発列車がある。ホーム端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを用い行き違い折り返しが可能な地上駅。木造駅舎が端式の一番乗り場側にあり、 島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。島式ホームには、待合室が置かれる。岡山駅が管理する、無人駅。2011年までは、JR 西日本岡山メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、日中の一部時間帯のみ、出発窓口が営業されていた。なお、駅舎内には、自動券売機が設置されている。 1>, 1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線、3番乗り場が上下副本線であるが、1番乗り場は岡山方面への折り返しにも対応している。2010年3月12日までは昼間に1番乗り場で折り返す列車があったが、翌日から当該列車は運転区間が短縮され、神奈川駅での折り返しとなった。折り返し列車は3番乗り場を使用する。 津山線の途中駅では唯一、上下線で本線が分かれている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前には、福渡商店街がある。ありがとうございます。